遊戯王デュエルリンクスユーディアスベルギャー UTS それがしはユーディアスベルギャーベルギャー星団第一突撃部隊所属見ての通り戦士だそれがしは誇り高きベルギャーの戦士この勝負受けて立つそれがしは故郷ベルギャー星団の未来をつかむためはるばるこの地球までやってきた行くぞベルギャーリーバーそれがしはラッシュデュエルのことをもっと知りたいのだベルギャー星団の戦いを終わらせるためにそれがしの中で何かが叫んでいるのだこの戦いの先に新たなベルギャードがあるとそれがしにはわかるお前は戦士であると戦士であれば勝負を避けることはできない頼む勇気それがしにラッシュデュエルの特訓をしてくれユアナ頼みがあるそれがしに一からラッシュデュエルを教えてほしいおおそれがしの心の友シュパだろうではないかマニャナチは邪剣愛狂犬ワンワワワン星系に伝わる一匹蒼伝伝説の暗殺犬の使い手か次以上この戦い負けるわけにはいかないこのラッシュデュエルの先に正しきベルギャードが待っている次以上それがしはこの戦いで正しきベルギャードを見つけ出す次以上それがしはこのデュエルに必ずや勝利しラッシュデュエルは戦いの道具ではないことを証明するおお久しぶりだなあいつデュエルこのラッシュデュエル突き進むのみそれがしのターンこの戦いの先に進むべき道はあるそれがしのターンうむそれがしのターンだなそれがしのターンここで終わりようではベルギャードの先へ進むことはできないそれがしのターンどんなに確率が低かろうが決して諦めないそれがラッシュデュエルそれがしのターンベルギャードローンベルギャードローンベルギャードローンザベリドゥギルライベルギャードこの戦いの先に進むべき道はあるベルギャードローンそれがしはこの瞬間ならばここで手札から魔法カード発動速攻魔法発動永続魔法発動装備魔法発動儀式魔法発動トラップカード発動永続トラップ発動カウンタートラップ発動伏せていたカードを使うこのカードを使うモンスター効果発動フィールド魔法発動効果発動ペンデュラムスケールをセッティングペンデュラム効果発動装備魔法ギャラクティカアダーガトリング昔々遥か遠い銀河の果て星々の輝きから生まれし一振りの刃今ユーディアスベルギャーの名のもとにモンスターに授ける装備魔法ギャラクティカサイフォス魔法カードギャラクティカフォース魔法カードギャラクティカリパルジョンを発動魔法カード発動フュージョン魔法カード発動ユニバーストーム魔法カードイニシエのルールを発動魔法カード発動大嵐魔法カードライトマジックを発動魔法カード発動メテオチャージトラップカード発動ギャラクティカラティストラップ発動デッドオアライナックトラップカード発動トランザムアライブトラップ発動トランザムライトリングトラップカードネビュラパワーを発動トラップ発動ノバスパークトラップ発動バキュアアナイアレーションエターナルギャラクティカオブリビオンの効果発動トランザムロードライナックの効果発動エレメンタルギャラクティカトランザムライナックオーバーライトの効果発動タキオニックオーバーリネームトランザムバリアブルライナックの効果発動ギャラクティカゴッドオブリビオンの効果発動グレイストームレベリーの効果発動サイクロンオーバートルネードアルマストライレブンアクエリアスの効果発動バニシングヘリアカルライザーの効果発動ギャラクティカレミニセンスの効果発動ギャラクティカアムネジアの効果発動ギャラクティックリバイバーギャラクティカタブララタの効果発動ギャラクティックリフレクショントランザムスクライドの効果発動サテライトペガタスの効果発動ストレンジトラベラーの効果発動トランザムエピライの効果発動トランザムジェライの効果発動トランザムライカーの効果発動トランザムライナックウォートゥーゼンの効果発動ギャラクティカジャメイビューの効果発動ギャラクティカデジャビューの効果発動コスモプレデクターの効果発動ソラプヨの効果発動トランザムクライネの効果発動インターステライブの効果発動ギャラクティアライブの効果発動アーツエンジェルメタルポジションの効果発動リバースエッジエリート秘密捜査官ミステリーの効果発動水どもへのプロローグキャットクローガールの効果発動セブンスロードマジシャンの効果発動エレメンタルロードドリリングトラクタイガーの効果発動貫通収穫祭限界流バッハムータの効果発動クオーリーエクスプロージョンカッパ大帝リバースライダーの効果発動合成体液
海底ジル64号使用の振動ディアンケタの効果発動ベルギャースキンケア行かせてもらうぞいざよし頼むぞモンスターを召喚モンスターを守備表示で召喚モンスターを特殊召喚モンスターをリリースモンスターをアドバンス召喚アドバンス召喚モンスターを融合召喚融合召喚モンスターを儀式召喚儀式召喚モンスターをシンクロ召喚シンクロ召喚モンスターをエクシーズ召喚エクシーズ召喚モンスターをペンデュラム召喚ペンデュラム召喚モンスターをリンク召喚リンク召喚モンスターをマキシマム召喚マキシマム召喚モンスターをフュージョン召喚フュージョン召喚モンスターをコンタクトフュージョンコンタクトフュージョン心を砕く刃も記憶も運命もこの胸に全てを受け止めようそして進むは未来へ連なる銀河の道フュージョン召喚行く手を阻む雪も氷も悲しみも熱き心に輝く刃で未来のロードを切り開くその勇ましさ雷さえもそのまばゆさ輝きさえもその瞬足光さえも超えてゆけ来い光を超えし優勢のきらめき二つの光が交わりしとき刹那の力が永遠となる夢か幻か蜃気楼かそれは心の銀河に渦巻く猛烈なる嵐その絶望がその漆黒がたとえ永遠に思えようとも必ず夜明けはやってくる空に散らばる思いが一つに集いしときその輝きは全ての存在を凌駕するたとえ銀河が記憶を失い闇に包まれようとその勇者の足跡星となりて必ずや輝かん深き宇宙のさらに果て完全なるアビスよりその断りを表せ光の刃が天の川を駆けるとき勇者来たりとその名を呼ぶ全てのポジションに勝る最高位の天使輝く音色をウォーテューゼン三つの星に誓ってお前の弱さをジャッジタイム一着のジャージは光を誘い一着のジャージは闇を導く光と闇二着のジャージはギャナーリでつわーい可愛いからって油断は危ない微笑みの後ろでマニアック幽体行く手を阻む壁も山も惑星もベルギャードを切り開いて突き進む貫く思いはベルギャードのごとし燃えるベルギャー星人のハートはビバルヌ泣け響け黒金の流魚スペースデブリを破壊しアステロイドベルトを目からビーム猿の木から落ちるならカッパの正体はリトルグレーか危険が危ないぞ地球は狙われている裏番組にマニャナチワ最高視聴率はマニャナチワそれは儚き雪のように白き魂よ We Shine Dawn Time ウォーテューゼンピュアなハートをわしづかみ銀河の戦士はウォーテューゼン記憶の船が忘却の空を巡るとき天に渦巻く星々が胸にその名を呼び覚ます悲哀せよギャラクティカオブリビオンエターナルギャラクティカオブリビオン現れよトランザムロードライナックトランザムライナックオーバーライトトランザムライナックオーバーライトトランザムバリアブルライナックここに剣山飛来せよギャラクティカゴッドオブリビオン全てを解き放てグレイストームレベリー星雲の断罪人アルマストライレブンアクエリアス闇を切り裂きまだ見ぬ空に立ち上れバニシングヘリアカルライザー現れろコスモタイタンギャラクティカレミニセンス駆け抜けろギャラクティカアムレジアいでよ無垢なる聖典ギャラクティカタブララザ現れよシルバーセイファートいでよヘブンギャンゼル現れよメテオリーノ現れよトランザムスクライドサテライトペガサスシャドウセンチネルジャイアントバルジストレンジトラベラートランザムエフィライトランザムジェライトランザムライカートランザムライナックトランザムライナックウォーテーゼンブライトセンチネルボルテクスシューターオービットスケーターギャラクティカジャメイビューギャラクティカデジャビューコスモプレデクターソラピオトランザムクライネアステロイーバインターステライムインターステライムギャラクティアライブクラックニュートロンアーツエンジェルメタルポジションエリート秘密捜査官ミステリーカオスソルジャージいらっしゃいませ
キャットクローガール出てこい。セブンスロードマジシャン、ドリリングトラクタイガー、限界流爆破ムート、カッパ大帝リバースロイダー、マネナチュア治療の振動、ディアンケト雪影、ブランドブラン、オーサムトゥルークナイト、ジャッジタイム、魔法幼女メグちゃん、バトルバトルだ、行け打ち倒せ、ライフを削り取れ、これで最後だ、この一撃で勝利をつかむ、モンスターで攻撃、モンスターで攻撃だ、攻撃だ、モンスターでダイレクトアタック、ダイレクトアタック、ギャラクティカオブリビオンで攻撃、ウォートゥーゼン、オーサムトゥルークンナイト、エターナルギャラクティカオブリビオンの攻撃、ウォートゥーゼン、ツインズメイドモア、トランザムロードラインナックの攻撃、ウォートゥーゼン、タッチザキュア、ウィスイン、トランザムライナックオーバーライトの攻撃、ウォートゥーゼン、マニアック幽体、トランザムライナックオーバーライトの攻撃、無名一戦、トランザムバリアブルライナックで攻撃、ギャラクティカゴッドオブリビオンで攻撃、グレイストームレブリーの攻撃、ウォートゥーゼン、トゥーウォッチエム、オールインユアゼン、グレイストームレブリー2回目の攻撃、ウォートゥーゼン、ヒールナウヒュアッゼン、アルマストライレブンアクエリアスの攻撃、ギルティジャッジメント、バニシングヘリアカルライザーの攻撃、ウォートゥーゼン、ムーブイットクリーム、コスモタイタンの攻撃、ウォートゥーゼン、デュエルスフォワット、ギャラクティカレミニセンスの攻撃、ギャラクティカエクスプロージョン、ギャラクティカアムネジアで攻撃、ギャラクティカタブララタの攻撃、ウォートゥーゼン、カウチフォーナイトマイティ、シルバーセイファートで攻撃、ヘブンギャンゼルで攻撃、メテオリーノで攻撃、トランザムスクライドで攻撃、サテライトペガサスで攻撃、シャドウセンチネルで攻撃、ジャイアントバルジで攻撃、ストレンジトラベラーで攻撃、トランザムエピライで攻撃、トランザムジェライで攻撃、トランザムライカーの攻撃、ギャラクティカエッジ、トランザムライナックの攻撃、ウォートゥーゼン、マニアック幽体、かけろトランザムライナック、ウォートゥーゼン、マニアック幽体、ブライトセンチネルで攻撃、ボルテクスシューターで攻撃、オービットスケーターで攻撃、ギャラクティカジャメイビで攻撃、ギャラクティカデジャビで攻撃、コスモプレベクターで攻撃、トラピオで攻撃、トランザムクライネで攻撃、アステロイーバで攻撃、インターステライムで攻撃、インターステライブで攻撃、ギャラクティアライブで攻撃、クラックニュートロンで攻撃、アーツエンジェルメタルポジションの攻撃、フォーリンエンジェルディストーション、エリート秘密捜査官ミステリーで攻撃、カオスソルジャージの攻撃、カオスナイロンブレード、キャットクローガールで攻撃、セブンスロードマジシャンの攻撃、セブンスマジック、ドリリングトラクタイガーの攻撃、必中特艦大先行、限界流爆破ムードの攻撃、デモリションダイナマイティ、カッパ大帝リバースライダーの攻撃、グレートフライング操作、治療の振動ディアンケトの攻撃、決め台詞はお前のハートがウォートゥーゼン、雪影ブランドブランの攻撃、乱れ咲きのプレシャスマニアック、幽体、魔法幼女メグちゃんの攻撃、マジカル牧草コロコロ、カードをセット、カードを伏せる、モンスターをセット、モンスターを伏せる、ベルギャーの誇りを胸にターンエンド、今やるべきことはこの戦いに勝利すること、ターンエンド、それがしはこれでターンエンド、ターンエンド、それがしにもっとラッシュデュエルの力があれば、ターンエンド、ここまでなのか、それがしはここで終わってしまうのか、ターンエンド、ムックビドゥー、この程度、まだまだ、このままでは少女敵ながら見事な戦いであった、なんと奇想天外、なんと胸躍る戦い、これがラッシュデュエル、勇士たちのおかげで成長したそれがしの、これがベルギャード、それがしは信じている、ラッシュデュエルこそが我らベルギャー星団が正しき平和の道へと誘う道しるべであると、これまで勇士たちに鍛えてもらったそれがしのラッシュデュエルも伊達ではないということ、それがしは上級者への階段を一歩、いや五歩は登った、楽しかった、実に胸躍るラッシュデュエルであった、礼を言うぞ、戦いの中で相手と心を通わせる、それもまたラッシュデュエル、888万人の同胞たちよ、我らはついにラッシュデュエルの真実にたどり着いた、ありがとう、今ここにそれがしにいるのは勇士とユナム、そしてみんなのおかげだ、このようにラッシュデュエルを教えてくれるとは
やはりそなたはそれがしの永遠の友スウィジョ。それがしは戦いを続けたいのではない。戦いを終わらせるためにこの星にやってきたのだ。答えは明白だ、スウィジョ。体を傷つけ合う戦いの先にあるのは、分かり合えていた大事な人と分かり合えなくなってしまうということ。本物の命だろうが偽物の命だろうが、懸命に生きる己に誇りを持たずして何とする。大切なのはどのようにしてこの宇宙に生まれたかではなく、どう生きるかなのだ。そういうところだ、スウィジョ。それがしは昔からあなたのそういうところ全てが大好きであった。ザ・ヌークよ。その苦しみが痛みが誰かの笑顔になるのだ。お前がいてくれることで宇宙のみんなが笑顔になれるのだ。改めて願う、それがしにラッシュデュエルを教えてくれ。なるほど、ラッシュデュエル、奥が深い。それがしはラッシュデュエルのことをもっと知りたいのだ。ベルギャー星団の戦いを終わらせるために。これでは足りんのだ。それがしの腕が未熟なせいだ。うむ、頑張るとも。それがしはラッシュデュエルのことをもっと深く知らねばならんのだ。それがしのラッシュデュエルをもってしても全く太刀打ちできないとは。我が心の友チパだろうよ。それがしには分かっているぞ。やむにやまれぬ事情があったと。邪険愛狂犬、その愛くるしい瞳に見つめられたが最後、それがしにもかわすことはできない。なんと恐ろしい剣法よ。今の自分では武力でも知力でも釣り以上に勝てない。釣り以上の力を身につけなければ説得すらままならん。ユム、ガテンが言った。それがルールとあれば正面から受け止めるのみ。この程度のダメージ、月刊ラッシュデュエルの付録 CD さえ聞けば。なんとこれは、それがしの中のベルギャードが叫んでいる。今それがしはラッシュデュエルにおいてまたも大きな一歩を踏み出すことになる。 UTS888 万人のベルギャー星団の同胞よ、この身に受けた屈辱、果たしていかなる処遇を下すべきか。それがしの前でルール違反を犯すとは、888万人の同胞たちよ、この者にいかなる罰を与えるべきか。またもやモンスター効果、それが貴様の戦い方か。それほどまでに強力なカードをそれがしに見せてくれるというのか。ありがたい。なるほど、ギャナーリズスワーイ。ラッシュデュエル上級者らしからぬミスだな。困っている者がいるなら何を置いても助ける、それは全宇宙の絶対の法則ではないのか。しまった、地球人の前でギャラクシーフォームを晒してしまった。それは危険が危ない、危険が危ないぞ。目からビーム。悩まれるのは大いに結構、しかし目の前の戦況に対して勇気を持って最善を選択する、それがラッシュデュエルでは必要なのだ。呼んだのに戻される、それではモンスターが困るではないか。それがしは感動した。うむ、 UTS ベルギャ、ベルギャ、ベルギャラップ、ベルギャ、ベルギャ、ベルギャラップ。それがし特訓、ラッシュデュエル、種族覚える、心震える故郷ベルギャ、平和叶える、その日夢見る、強くなれる。必ずや勝負を決めてくれると信じているぞ。勝利は目前、頼んだぞ。ここで交代、なるほど、これがタックデュエルか。うむ、あとは頼む。すまぬ、それがしの腕が未熟なせいで。それでもそれがしは信じているぞ。頼むぞ、ユキ。よろしく頼む、ユアム。スウィージョ、あなたのターンだ。頼んだぞ、チパ太郎、我が心の友よ。メーメーメロディー、キャトルメーティメーション、ユーディアス・ベルギャー、ゴーラッシュ。いくぞ、888万人の同胞たちよ、これこそが我らを新たな真実に導いてくれる遊戯王デュエルリンクスである。